デッドバイデイライト、やっていきたいと思います。どうも、エルザです。じゃあやっていきますか。ちょっとね、ライブができなかったんで、プライベートでね、やってたんですが、意外と動いていったけど、なんかなと思ったら、大したことなかったね。ちょっと焦ってたのかな、味方はね。あ、戻ってきた。さあ、3人に回して1台直したい。で、今回、キラーは誰になるかっていうところなのかっていうと、どうかな。あー、ゴーストフェイスね。どうかな、もっとチェイス持つかな、逃げ切れるかな。おお、みんなして影に隠れて。ゴーストフェイス強いんだよな。遠いね、そこ直そう。近場に来てるか。さあ、ゴーストフェイスどうしよっかねー。あ、いやー、マジか。ロッカーやったかな、今の一瞬やったから。さあ、助ける。で、多分、こっちに、助けたからね、多分戻ってくると思うのよ。あ、今ので多分闇の保養でバレたみたいよね。さあ、超えてくる。はい、一発。さあ、どう動く？キラー。どうしようかな。こっち側ちょっと直すか。味方助け行きたいけど、多分戻ってそうだし。おお、直ったね。ナイス。どうしようかな。どうしようかな。悩むな。まあ、ちょっととりあえず、当店もちょっと。壊しながら考えますか。そうだね。動き的に、倒しに、ああ、助けいくかな。助けたね。っていうか、こっち来たね。どっちだ、どっちだ。お怒りやね。さあ、いたわる。多分追っかけてきてるから、一発はもらうとして、多分見てると思うんだよね、闇の法要で。顔使って、で、僕耳を発動してるだろうな。当店。1、2、あと3つ。こっち側に1つあるから、これ直しておきたいね。ポーン。あれ？いるね。知ってるよ。その距離だったら正直、もう見つめた方が早い、こっちとしては。追っかけてきてますな。はい。3発目。あ、意外と。意外と。しつこいなー、来るねー。 そうだね、毛糸で3発でしょ。お怒りだろうなー。だったん。解除。闇の小屋で解除かー。どうだろう。味方が直してる気配ねえな。あと2つ。どうにか超えて、あっ、ぶんな、早いからね、ゴーストフェイスね。で、多分地獄耳を頼りに動くはずだから、
あ、今闇の法要の。さあどっかな、時間稼ぎ、あ、できたね。まあでもここまでかな、稼げて。よし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 、あと1台多分すぐ直せるはず、こんだけ走ってれば。さあどうだ。だいぶずれてんな。さあ、どちらとも奥にあると。まあ、決死使えればラッキーっていう程度だね。まあ、味方には先に開けてもらって、味方さんに助かればいいかな。さあさあ、一人めっちゃ走り回ってる。あ、時間ギリギリまで。あ、動き的に来てくれそうな感じだね。ノーワンあるかな。ゴーストフェイスの時ノーワン、そうなんだよね。あれかなんかちょっと人それぞれで微妙なんだよな。さあどうする、来る。もう来てるね。さあ、もう動かしますか。来てくれてたしね。さあ、クローデットさんに合わせてと思ったら、おお、味方カバー入ってくれたんだ。素晴らしい。さあ、ただ状況としては、カバー入ってくれるのありがたいね。ああ、やっぱもう一人がやられたか。回復してくれ、回復してくれ。助け行こうか、せっかくだし。助け来てくれたからね。それちょっと見殺しにするのは、ダメか。どうかな、あと2人どこいるかな。まだ出てはいない。意外とあっちいるか。いや、いたね、手前ね。行こうか、合わせるよ。あと思いきや、木村さんも前に行く。あ、いいカバー入ったね。さあ無事脱出。いやー、なかなか途中危なかったけどなんとかだったね。ということで、今回ここまでとなります。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまただ。